はい、こんにちは、湘南パンダです。本日はね、久しぶりにワークマンレビューをねしていこうと思ってます。っていうのもね、最近やっぱワークマンね、またね、いろんな流行りもあって、売ってる商品のね、いろんな質が変わってきて、結構ね、アウトドア系ももちろん充実してるんですけど、ビジネスに使えそうな商品も増えてきていて、そんな中で最近ね、こちらのカバン見つけたんですよ。まあね、一見革っぽいんですけど、そこはもちろんね、ワークマンなんで、まあ合皮のね、安い素材ではあるんですけど、まあちょっとね、単なるアウトドアっていうより、結構このね、シックなトランクっぽいデザインのリュックなんですけど、まあ、これがね、めちゃくちゃ優れものだなと思って、まあ私の仕事ではね、めちゃくちゃ使えるなと思って買ったんですよ。まあそのね、理由とね、解説していきたいと思います。まあ、まず最初、お値段。お値段はワークマンの商品にしてはやや高い、税込み7,500円。もしかしたら私がワークマンで買った最高値段かもしれないですね。でなんで私がね、これをね、最初見てビビビッと使えるかなと思ったのは、これ今リュック携帯なんですよ、リュック。で、これね、いろんな携帯があるカバンなんですよ。リュックにするともちろんこの通りで、ちょっとね、四角形なんで、ウーバーイーツにもありますね。ただね、すごいやっぱ容量が多くて、意外と重くなくて扱いやすいです。そしてね、これがね、リファーのリュックだったらね、こんなすぐ買わないんですよ。買った理由としましては、今ね、しまってるんですけど、なんと、キャリーがね、ついてるんです。もうご存知の通りね、私、湘南ゴールドエナジーっていうエナジードリンクやってるんで、やっぱね、結構ね、そのドリンクを、キャリーバッグとかに入れて持ち歩くこともあるんですけど、これね、そのままね、こうやってちょっとね、長い取っ手はついてないんですけど、こう転がせるっていうのがね、すごい良くて、さっき言ったように正方形のね、長方形なんで、こうね、立体的なね、サイズになってるんで、やっぱね、まあ昔ね、実はウーバーのリュックで、ね、エナジーをね、入れて、2人で配達してみたこともあるんですけど、見てください、すごい容量で、ちょうどね、湘南ゴールドエナジー1ケースはすっぽり入っちゃうんですよ。やっぱりね、営業しに行くときとかにね、結構ね、車で営業行けないところとかに電車で行ったりするんですけど、そういう時にね、湘南ゴールドエナジーがね、1ケース30本持ってると、結構ね、営業サンプルとしてもいいし、あとね、最近またね、情勢がね、良くなってきて、出張とかも増えてきたんですけど、まあ、出張の時とかにね、着替えとか、まあ、このパンダね、どこにでもランニングするんで、ランニングシューズとランニングローブ持っていくと結構荷物かさばるんですけど、このね、こういうサイズだと、まあ、しっかり靴入れて、リュック入れて、ランニングのね、服とか入れて、まあ、しっかりするのもね、いっぱい容量があります。まあね、要は、キャリーとね、同じ作り、まあ、タイヤもついてて、転がって、まあ、こういうね、立体的な作りなんで、すっごい容量入るのが、いいってビビッときて、これ使えるじゃんと思って買います。ほんでね、まあ、キャリーを、さっきのね、最初の状態に戻せば、ここね、引き出して、こうやってね、キャリーのね、タイヤを隠せば、まあ、リュックにも使えるんで、やっぱね、結構このね、ただ引っ張るだけだとね、かったるい時もあるんですけど、まあ、ちょっとこうやってリュックにしてね、でね、嬉しい作りがこれね、陶器などにね、持ち込めるサイズになってるんです。なんで、この間私ね、広島出張あったんですけど、その時はね、こうやってリュック携帯にして、中にランニング道具とランニングシューズ入れて行ってきました。でもなんかね、そのね、ちょっと遊びの道具ばっかの話して、仕事道具入んねえじゃんって思う方いると思うんですけど、それがね、大丈夫なんですよ。このカバンのキャリーバッグとの違いが、でもサイドポケットがめちゃくちゃいいんですよ。で、私ね、最近実は、PC じゃなくてね、iPad メインにしてて、ほぼね、仕事の資料とかファイルも iPad に全部入れてるんですけど、今ね、ここの横のサイドポケットに iPad がちゃんと綺麗に入るんですよね、こうやって。で、その他にちょっとクリアファイルとか、いろんなファイルを入れて、こうしまうと、こっちと違うんですよ。普通キャリーバッグだけだったらやっぱここだけなんで、まあ、ここにいろいろ入れちゃうと、なんかもう出すとき大変なんですけど、まあ、基本ここにはそのね、着替えとか、そういうね、かさばるものを入れて、あとね、最近ね、私も FM モダルでラジオ番組ずっとやってるんですけど、まあ、ラジオはね、外で撮るんですよ。インターフェースとかマイク持ち歩いて。そんなのもね、すっぽり全部それに入っちゃいますし、あとはね、もうパンダが意外とかさばるんですけど、パンダも入ります。っていうのがめちゃめちゃ気に入ってます。もちろんこれね、リュックのね、これを外して中にしまうこともできますし、こうやってね、こういうカバンのモードにもなります。これが第3形態ですね。まあ、キャリー、リュック、普通にこうね、手持ちカバンっていうね、3つの形態があって、めちゃくちゃ容量が入るんで、まあ、これからまたね、マラソン大会とか復活してきた時のマラソン旅行とかの時にも、まあ、今の iPad と、プラスね、多少のね、最低限のファイルだけで私、仕事できるようにしてますので、まあ、サイドに仕事道具、そしてここに着替えとかリュック、
それでまあこうやって持ち運んだり、まあ、リュックとして持ち運んだり、まあ、時にはね、タイヤをね、引っ張ってキャリーとしてっていうね、いろんな使い方できるんで、ちょっとこれめちゃくちゃ使えると思って一目惚れしてくれます。なんかデザインもね、ポケモンソードシールドのね、主人公がね、野球リュックに似てますね。まあそれで、ちょっとね、これ説明のために、紙をね、普通の紙まで入れたんですけど、すいません、7500円って言いましたけど、7800円です。そして、容量が47リットル。まあ、リュックで47リットルって結構でかいですね。ゴミ袋が45リットルなんで、ゴミ袋以上の容量ですね。そして、まあ、今言ったように、下からタイヤを引き出すとキャリー、そしてボストンバッグ、バックパックなど、まあ、このね、3つの携帯で使えるね、このカバン。まあ、これからね、旅行などね、また皆さんGoToも始まってしていく人には、やっぱね、カバンをね、何個も分けて、着替えを持ったり、いろいろ持ったりっていうよりも、でもこれ1個持っちゃえばね、本当ボストンだったり、さっき言ったキャリーだったり、まあ、手荷物預けなくてもね、できる設計になってますので、まあ、これでね、1個で旅行ね、着替えとか、本当すっごい容量が入るんで、おすすめです。ということで、本日は、ワークマンのね、この 3way のね、ちょっと特殊な 3way ですよね。キャリーにもなって、ボストンにもなって、リュックにもなるっていうね、3way はね、皆さん長く見たことないと思うんですけど、まあ、ちょっと7800円でワークマンとしてはお高めなんですけど、もう本当にね、私もラジオのね、道具とか、湘南ゴールデンジ 1K とか、着替えとか、ランニングシューズとかいっぱい入ってめちゃくちゃ満足してるんで、色も本当に黒とかグレーとか3種類あったんで、ぜひ皆さんも使っていただけると思います。はい、ということで本日は、ワークマンのね、こちらのカバンのレビューでした。